こんにちは、和田です。今日はですね、秀吉の、時代考証の思い出というような、タイトルでお話ししたいと思います。キリンが来るの時間枠で、昨日はですね、1996年放送の秀吉を扱っておりました。で、私はこの秀吉で初めて、時代考証をやりましたけれども、そういった意味では時代考証初再建ということで、結構失敗談も多かったわけですけれども、それのことも含めながら多くの思い出がありますので、少しお話ししたいと思います。で、この秀吉はですね、作家の坂谷太一さんが原作者なんですが、これちょっと珍しいそうなんですが、いわゆる書き下ろし原作といいまして、NHK 大河ドラマのために、原作を書き下ろすという、もので、坂谷さんにその注文が行くと相前後して、すでに私が、時代考証に入るということが決まっておりましたので、坂谷さんが、その秀吉夢を超えた男という、原作を書く段階で、私がもうすでに、資料提供と、あるいはさまざまなですね、質問に答えるという形で進めることになってました。で、一般的にというか普通はですね、坂谷さんから NHK ドラマ部のドラマ番組ですね、プロデューサーに質問が行きまして、そのプロデューサーの方から私の方に質問が来る。で、返事はその逆を行くという形だったんですけれども、ところがですね、夜中いきなり坂谷さんから私の自宅に、質問の電話が来るということもありました。坂谷さんもね、多分、執筆が夜中で、早く解決したいなんていう時に NHK に電話しても誰も出ないということで、私のところへ直に、電話が来たと思うんですけれども、電話ではなかなか意思疎通がうまくいかないというような時には、私が大阪の坂谷さんの自宅に伺いましてね、いろいろと面談するということもありました。で、その時ちょうどですね、話が終わった時に、時間がちょうど夕飯時になってましてね、食事をご馳走になったことがありました。なんて言ったんですかね、私は出前を取るのかなと思ってましたらね、奥様の 手料理ではちょっと恐縮したことを覚えております。坂谷さんの最初の原稿で、秀吉がですね、有名らしいんですけれども、蜂須賀小六と出会う。で、その時に坂谷さんはですね、通説通り三河の矢作川の橋の上で出会うという書き方をしてきました。で、当時矢作川には橋はかかってないというね、ことを言いまして、そのあたりはちょっと書き直してもらったという経緯もあるんですけれども、坂谷さんとのやり取りでですね、私自身、勉強になった点もあったんですね。で、ある時、それこそ夜中の電話でしたけれども、坂谷さんがですね、ある人から聞いたんだけれども、我が国のこの左側通行という、原則、これを決めたのが秀吉だっていう人がいるんだけど、それ本当かという質問でした。で、私はちょうどその頃、秀吉のすべてがわかる本なんてね、タイトルの本も出したばかりでして、本当はもうすべて知ってなきゃいけなかったんですが、坂谷さんからの質問で、左側通行、それ秀吉が決めたっていうのはちょっと印象というか覚えがなかったもんですから、初耳ですということで、ちょっと時間ください、調べてみますということで、2、3日時間くださいということで、電話を切って、それからいろんな秀吉のエピソードが出てきそうな本ですね、それこそ有名な尾瀬法案の太閤記だとか、あるいはあんまり信用できないんだけれども絵本太閤記だとか、あるいは新書太閤記だとか、そういう秀吉のエピソードが載っていそうな、いろんな伝記ですね、逸話集、そういったものも片っ端から読んでみたんですけれども、なかなか出てきません。で、ところがですね、
文書でそれらしいのが出てきたんですね。秀吉が天正11年1583年に大阪城の築城をですね、普請総奉行の黒田官兵衛に命じているんですけれども、それと合わせて掟書き、掟定めというものを出しているんです。これが光源寺文書、光という字に源に寺と書いた光源寺文書に載ってまして、その中にこんな書き方で出てくるんでね、すでに石を積み終わったものと、これから積みに行くものが一本の道ですれ違って、これはまあぶつかって、これは不都合である。でこれからは肩によりて通るべきことって、要するに一本の道ですすれ違う時に、狭いですから当時、片方によって通れと、いわゆる片側通行にしろという命令を出してるんですね。まあ、ちょっと私はね、鬼の首つかんだみたいに、あ、これそうだそうだと思ってね、当時片側通行とは言ってるけれども、これ酒屋さんの返事にした返事ですけれども、当時武士はどうしてもやっぱ右利きが多いはずとなると、刀はこう左に刺してますので、そうすると左に刺してるってことは、当時の道狭いですから、もし右側通行にしちゃうと刀の鞘と鞘がぶつかる恐れがあるね。まあ、当時は鞘当てというと、まあ、喧嘩の大きな原因になりますから、まあ、それは避けただろうとなると、いや、やっぱり片側通行と言ってるけれども、これは左側通行ではないかということで、まあ、酒屋さんにまあお電話して報告したんですけれどね、ただそのシーンそのものは、ドラマでは使われませんでした。まあ、そういった意味では2、3日の私の苦労はちょっと水の泡になってしまったわけですけれども、ただやっぱりね、秀吉のアイデアマンぶりというかな、そういったのが分かって、まあ、そういった意味ではちょっととろに終わりましたけれども、そういう勉強になったという部分もいくつかありました。今日はそのあたりの報告をさせていただいて終わりにしたいと思います。